どうも、はちりますでーす。今回の動画は久々のね、ガチャガチャ動画になるんですけども、実はもうこの今回やるガチャガチャ動画のガチャガチャなんですけど、もう2ヶ月前に買ってたんですよね。ただ、ちょっとね、撮影する時間がなくて、もう2ヶ月の間ずっと押し入れにね、溜まってたんですけども、やっとね、開封できるっていうことで今回やっていきたいと思います。はい、それでね、早速やっていきましょう。はい、ということでね、ちょっとなんでいきなりこんな感じの始まり方になってるかっていうと、ちょっと全部撮り終わって編集しようと思って、僕って結構ね滑舌悪いんで何回も撮り直ししてるんですよね。で、いらんデータを消そうと思って操作してたら、間違って最初のこのガチャガチャを放り投げて、パン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 、はいこういう動画ですっていうのを必要な動画も消しちゃったんですよね。はい、なんでちょっともう手元にガチャガチャはないんですけども、ちょっと最初がねどんな感じやったかだけねちょっとやってみます。はいはい、こう集めました。はいで、はい、ということで、今回はネイチャーテクニカラーさんが出している、バジェットガエルとかアカメアマガエルとか、あとはウーパールーパーとかが当たるガチャガチャを買ってきました。はい、で1回400円なんですけども、まあ、結構高いと思うんですけども、もう400円以上の価値があるというか、もう本当にクオリティが高くて、で僕も以前にね何度かそのネイチャーテクニカラーさんのガチャガチャをやったことがあるんですけども、本当にね可愛いしかっこいいし、もうすごく映えるんですよね、置いたら。なんで、まあ、今回ね僕のポリシーとしては、まあ、そのガチャガチャの種類分買って全部ダブラン用にコンプリートしたいっていう野望があるんですよね。まあ、ポリシーなんかよくわかんないですけど。なんで今回ね8種類あるんで、もう400円8回で3200円、まあ、結構高かったんですけどね、まあ、頑張ってきました。はい、なんでこれだけねもうお金つぎ込んだんで、きっとねダブランことを祈りながらやっていきたいと思います。はい、こんな感じで始め方です。はい、ということで、開封していく動画流しますんでね、ちょっと今回だけ目つぶってください、気をつけます。はい、ということで早速ね開封していきたいと思うんですけども、ガチャガチャね結構透明な感じのカプセルなんで、中身がね見えないように気をつけながら開けていきたいと思います。で、僕の中ではまあ全部当たればいいと思ってるんですけども、中でもね特に欲しいのはバジェットガエルが欲しいですね。はい、それでね早速開けていきましょう。まず1個目、はい、メキシコサラマンダーかな。はい、こんな感じです。はい、ちょっとねこのウーパールーパーが白すぎて見えにくいな。まあ後でね全部観察する感じの動画も撮るんで、ね、こんな感じです。はい、横のひだひだ感とかもちゃんと出てるね。で、このお腹の部分に、磁石があって、まあ、貼り付けたりもできるみたいですね。はい、めっちゃかわいいな。超リオル、超リオルってね、超リアル。ほら、わかる？この内臓部分もさ、ちょっと黒っぽくなってるのと、あと外彩って言ってこのエラの部分、エラの部分もねちょっとクリアーになってて超綺麗。すげえな。なんか以前よりもなんか俺が言うのあれやけど、なんかすげえさらにクオリティ上がってる気する。はい、とりあえず1匹目ここら辺に置いとこうかな。はい、ウーパールーパーの、まあ、メキシコサラマンダが当たりました。で、こういう風に説明もねちゃんと書いてるんですよね。ほらピン立ってるかな、ほらね。なんでガチャガチャも楽しめることができて、さらにその生態についても知れるっていうね、すごく面白いガチャです。はい、で今回はこの子が当たりました。あ、粒子スティックなんか、なるほどね、だからめちゃくちゃ白いんやね。はい、じゃあ次も開けていきましょう。まあ、まずはね粒子スティックのメキシコサラマンダーが当たったんですけど、次は何が当たるかな。またかぶっちゃったね。俺ね本当にかぶるんですよ。はい、もう一匹目の、粒子スティックですね。で、まあまあかわいいね。うん、はい、かわいい。俺の顔にピントが、ほらかわいくない。まあ、ペアは揃ったって感じかな。ここから繁殖させてみたいな。
さあ次は何が当たるか。俺腕力ほんとなくてさ、全然開けれないんだよね。お、これはまた色変個体か。何やろこれ、なんか初めて見る色。ちょっと待ってね、アルビノなんや。へえ、アルビノじゃないわ、ゴールデン、ゴールデンウーパールーパー。へえ、アルビノで金色のラメのような模様が体に入るのが特徴。へえ、こんなウーパールーパーおんねや、面白いな。ほら、これはキーホルダーになってる。超綺麗。で、尾びれがこんな感じになってんだけど、見えるかな？超綺麗。すげえ。で、この子は磁石じゃなくて、まあ、キーホルダーになってますね。はい。よし。今のところ、ウーパールーパーばっか当たってるけど、次の子当たるかな。ちょっとゴミを置いて、よし。なんか俺、なんかもうめっちゃ嫌な予感してきてんけど。え？かわいい！超見て、かわいいこれ。待って、ベルツのガエルめっちゃかわいいんやけど。ほら。めっちゃかわいい。こんな感じ。あ、ここら辺やったら白飛びしにくいな。ほら。え、かわいい。え、これ普通に500円とか600円で売ってても買うかもしれん、これ。うわぁ。ほら、ちゃんとさ、模様とかさ、すげえリアル。で、ここのブツブツ感とかね。で、目のとんがり具合とか、あと目の、ほら、わかるかな？この目の部分、もう超リアルにできてる。すげえな。で、お腹のグラデーションになってる感じとかもね。ほら、あとお尻の穴もちゃんとあるよ。ほらほらほら。すご。いやー。お尻の穴までできてるってすげえな。はい。で、残すところあと赤目アマガエルとバジェットガエルかな。とりあえず、種類的には。もう形でね、多分俺分かると思う。あー、ベルツのや。はい。2期目のベルツの。もう超かぶってんだけど、400円8回って結構ね、出費でかいんすよね。なんとかバジェットガエルが当たってほしい。もうかぶるしかないやん。あと3回。うわー、ウーパールーパーやー。リュウセスティックのウーパールーパー。え、ちょ、やばいってこれ。もう嫌な予感しかしへん。ほっ。嘘だろ。磁石タイプの、ゴールデンのウーパールーパーです。まあ、粒子の、こんな感じ。ゴールデンで、まあ、お腹に磁石があって貼り付けれるよっていう。ちょ、もうラスト。いい色なの。やばくない？やばくないこれ。うわぁ。ちょっと、これはもう、ここで見よう。いきます。ででん！あぁ。マジか。一番欲しかったバジェットガエル当たらんかった。粒子スティック出すぎやろ。8個中4個粒子スティックで8分の6ウーパールーパーってやばない？うわめっちゃ欲しかったんけどな。うん、まあまあまあしゃあない。うん、またね、見かけたらやろうかな。もう2ヶ月経ってるからあるかわからんけど。で、とりあえずね、この子たちの観察をちょっとね、近くでやっていきましょう。うわぁ、かわいいけどさ。いや、こん中やったら俺一番ベルツのガエルが嬉しいかな。うん、かわいい。あ、ごめん。はい、ということで、残念ながらね、僕が一番欲しかったあのバジェットガエルを当てることができなかったんですけども、今回ね、当てた子たちを紹介していきたいと思います。
もうまさかね、8個中6匹が、今映っているメキシコ山椒というふうに思ってなくて、もうなんていうかな、まあ、本当に俺って運ないんだなっていうのを痛感しましたね。はい。はい。ね。なんでこんな運ないんだろうね。はい。ということでね、早速紹介していきたいと思います。で、今映っている子は、メキシコ山椒と呼ばれる、メキシコの固有種になります。で、本種をはじめとした養鶏成熟したトラウス山椒科の個体は、アホルトールとも呼ばれているみたいです。で、流通名はね、よく日本ではウーパールーパーっていう名で親しまれているかと思います。で、全長が10センチから25センチで、メスよりもオスの方が大型になり、メスは最大でも21センチにしか成長しません。で、通常は幼生の形態を残したまま性成熟します。で、小さい甲状の感覚器官は発達しないんですけど、頭部にね、感覚器官がある個体もいるみたいです。で、左右にね、この特徴的な3本ずつの外鰓があります。まあ、エラですね。はい。で、自然下では水温が低く、要素が少ない環境に生息し、サイクロキシンを生成することができないため、変態しないと言われています。で、開発による生息地の破壊、水質汚染などにより、生息数はね、激減しているみたいです。で、以前まではメキシコ盆地内のスムパンココや、あとはチャルココとか、あとはね、テスココにも生息していたんですけど、埋め立てにより生息地が消滅しました。で、ペットや実験動物として飼育されることもあるんですけど、国際的な地方取引が規制されているため、日本ではね、ほぼ日本国内での飼育下繁殖個体のみが流通しています。で、飼育下では今回紹介したリューシスティックやゴールデンなどの、様々なね、色彩変異個体が品種としてね、搾取されています。で、さらにサイクロキシンの投与や水位を下げて飼育することで変態した例もあるみたいです。で、日本国内では1985年に日清焼きそば UFO の CM にこのウーパールーパーの呼び名で、養鶏成熟個体が登場したことからブームになり、ウーパールーパーの名がこのことから広まったとも言われています。で、驚異的な再生能力を持ち、手足はもちろん脳でも心臓でも再生するみたいです。で、メキシコサラマンダーは未分化なこの細胞を持ち、この未分化状態の細胞はね、大変に万能で、何にでも形を変えることができ、このことからね、メキシコサラマンダーは驚異的な再生能力を持つと言われています。で、最後にベルツノガエルなんですけども、この子たちはね、分布がアルゼンチン、ウルグアイ、ブラジルなどに生息しています。で、体長がオスで10センチで、メスでね、12.5センチと、まあ少しオスよりもメスの方が一回り大きいんちゃうかなぐらいの大きさです。で、この目の上に角状突起があるんですけども、他のね、角ガエルに比べると少しね、小型になっています。で、体色は緑色とか、あとはね、少し緑の褐色気味な色にしていて、で、その中に暗い褐色色や、あとは暗い、緑色の斑紋が入っていたりもします。で、ベルツノガエルの学名がケラトプルス・オルナータっていうんですけども、この主称名のオルナータは装飾されたという意味を意味しています。で、標高500メートル以下のパンパチ地帯に生息しているんですけども、この草原の水辺に生息していて、灌漑農地や水路などでも見られることがあるみたいです。で、幼生は水中でも水上でも、この攻撃を受けると音を発するんですよね。で、早ければ、この羽化して、2、3日から発することができるみたいです。で、確認されている限りは、この無脊椎動物を含めた、この幼生プラス幼虫の中では初めてね、音による情報伝達が報告されているらしいです。で、この幼生同士が、こう、間違ってね、共食いするときに、それを防ぐ働きがあるとして、このね、音の、なんか聞いたりもしているみたいです。ただね、その仕組みは、なんかどうやって聞き取っているかは、まだね、ちょっと解明されていないみたいです。はい。っていうことで、こんな感じで説明終わりなんですけども、なんとね、4種類おって、まさかの2種類しか当たらなかったっていうね。はい。で、最後にね、この子たちをちょっと飾ってみてね、終わっていこうかなと思います。はい、ということでね、早速、いつもね、飾ってるとこが、このテレビラックの、台の上にね、置いてるんですよね。こんな感じ。今まで当てた子たちです。はい。あとは脱皮柄とかも置いてたりもします。で、磁石がついてるやつはいつもね、この100均の買ってきた時も結構溜まってきてるんですよね、おもちゃ。重たい。うん。早く開封するのが楽しみなんですけども、まあこれにね、貼り付けていきたいと思います。こんな感じ。ほら。可愛くない?これ。これ前やってた。これもネイチャーテクニカラーさんやったかな、確か。多分そんな気がする。あんま覚えてない。で、まあこれにね、ベターって貼り付けてこんな感じで。何匹おんねんって感じやな。すごいなこれ。ベルツノガエルは特にないんかな。あ、ひっつくわ。ベルツノガエルも
ひっつきますね。じゃあちょっとこの上部にベルツのガイルつけたいからちょっとデデーン。どう？超可愛くない？え、めっちゃ可愛いんだけど、ちょっとここは位置おかしいな。こんな感じでいいや。え、めっちゃ可愛いこれ。いや、いいね。はい、こんな感じです。はい、もうどんどんね隙間がなくなってくるね。まだ、あ、そうか、まだお前おったんか。ちょっとお前もうなんか粒子スティックレアなはずやねん。全然レアっぽく見えへんな、こういうと。はい、だとゴールデンとかがおんねんけど、ゴールデンはね、まあ、キーホルダーはあんま俺つけないタイプの人間なんで、ちょっとここのネジを取ってここら辺に置いとこうかな。オッケー。で、これもこんな感じに。これでいいかな。はい、っていうことで、今回は当たったのがね、山椒、メキシコ山椒ごとベルツノガエルやったんですけども、また見かけたらね、頑張ってベルツノガエルじゃない、赤目アマガエルと、バジェットガエル当てたいと思います。はい、で今回の動画はこんな感じで終わっていきたいと思うんですけども、他にもね、僕が飼育している両生類、爬虫類、寄虫たちの動画とか、あとはね、今回みたいな、ガチャガチャ開封動画とか、昆虫採集してみましたとか、実はね今日の夜も昆虫採集しに行くんですよね。で、まあそういう動画とか、まあ他にもね、まあいろんな動画上げてますんで、よかったらチャンネル登録お願いします。で、この動画がいいなと感じていただけたら、ぜひね、高評価ボタンも押していただけるとめちゃくちゃ嬉しいんで、どうぞよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。いや、ほんまにいっぱい当たったな。なんかこういう深海魚おったよな。こうなんか、ふてぶてしい顔のやつ。